ナウムブルク大聖堂街の風景。ナウムブルクは、ドイツ、ザクセンアンハルト州の都市。人口は、約3万2千人。都市名は、ナウムブルクアンデアザーレとも表記される。ザーレ川沿いに位置している。近隣の都市としては、北方に、フライブルク、約30キロ南西のイエーナ、35キロ南東の、ゲーラ、40キロ北のハレ、45キロ北東の、 ライプツヒなどがある。地名は、新しい城を意味し、ザーレ川を見下ろす地に建設されたマイセン編境白の城に由来する。2012年、資料上で、ナウムブルクが確認される。千年頃ない市千百年頃年頃セン編境白、エッケハルト一世は、ウンストルート川が、ザーレ川に交流する地点、スラブ人の集落があった場所の近くにナウムブルク城を、 気づいたと推測される。1012年頃偏辺境白一族の修道院がこの地に移築された。1028年と1030年の間に、最初968年に、夫を大抵寄ってタイ津に設置された、司教座がナウムブルクに移された。1033年、クラインイエーナニタ商人も移ってきた。発展を続ける、この町は、司教の支配下にあった。 死の大官職はマセン編教迫が握ったが、13世紀後半には司教が両方君主権を獲得し、1296年には帝国諸行の一人になった。司教領主は領地を拡大したが、次第にベッティン陣系の依存度を強めた。ベッティン家は両方君主権を発展させた。1541年以前に宗教改革の波が押し寄せた。 16世紀の20年代には実質的にプロテスタントになった。中世より交通の要衝として重要な役割を果たし、中世を通じて定期史が開催された。11世紀前半よりナウムブルク大聖堂の建設が始まった。ハンザ同盟の加盟都市となった。13世紀以来、染料と布地の販売、ビールの醸造と販売が盛んで、この地で開催されていた。 ベーター・パウル氏は16世紀初頭まで中部、ドイツ最大の定期市であった。1506年ライプツヒが周囲15ドイツマイル範囲の定期市開催特権を獲得すると、ナウムブルクは商業都市としてしての重要性を失った。1656年から1718年までザクセン・ザイツ工業に属した。ドイツ中世の王公夫妻造が魅力的なナウムブルク大聖堂は、 国内外から多くの観光客を引き寄せている。ナウムブルクシデン、ありがとうございます。